お疲れ様です。今日はですね、こちらラバクロやっていきますということで、めちゃめちゃ久しぶりな気がする。まあクローン、ラバクロ半年以上使ってないな、なんなら1年ぐらい使ってない気もするんですけども、ちょっと世界中にいましたんで久々にやっていこうかな。で、昔となんか変わったね。俺の記憶では前はね、このホバスケブ型だったんですけど、なんか呪文に強くなったね。ウッドとかファイボとかでワンパンされないね、縦線もフェニックスも。ということで、まあ守りも強くなったのかな、そう考えると。はい、まあなんかホバーホバーで飛んでたのとかね、すごい懐かしいなと感じるんですけど、まあちょっと今はねこっちなのかなっていうので、ちょっと試しにねやっていきましょう。さあ、コロスケさんね、なんか1本取ってからね、相手の陣地に出す縦線とかもものすごい強かった気がするんですけど、まあやっぱ最近はね、クエイクとかウッドとか、まあレイジもいるかな、なんか多分そういったところにまあ活躍しにくいのかなっていう。スケブがね強いのはもちろんそうだと思うんですけど、うん、っていうところで痛すぎ圧着医療服かゴブリン型のね来たっすね。まあトリマラバフェニックス組むか、まあこういう相手にはホバすごい強かったなと思うんですけど、まあ一旦ラバ削りして、うん、まあデリ使ったんで、まあ、フェニックス、まあ、一旦これでパピー産んで、まあデリが来るか。頑張れ頑張れユニット、圧着の処理サボりすぎだろ。え、頑張れ、お前たちならいける。いやー、小物マジ HP1 だからね、クローンは。まあそこが弱点ではある。ファイボ欲しいけどな。お、見られてる。まあ後半形組んで1本気合で取りたいけど、まあデリバリーデリバリーが強いんだよ。このファイボはちょっと熱い。うん、いやーこれ虫だったかな。いて、ゴブリンも強えな。さあこっからは1本取って11にしたいね。もう969上げていいっすね、正直。うん、てか守れないので気合で1本取りたいけど、圧着衣ケツのデリバリー2周が回るんですよね。逆サイランバーホバとかも強そうですけど、でもじゃあ足してデリバリー。いやー、ベビドラが強い。しかもロイフグさ固めて出すしかないから守って勝ちだ。うっうっ、これ入れちゃダメだ、間に合わないよな。やめて、マジで何もない、やめてほしい。よっしゃ、いや耐える、いやなんでこれ思い出したぞ、ラバクロとはこういうデッキだ。え、しかも序盤からなんか申し訳ねえ。41、まあいっか、負けたらあげるしどうせ。さあこれがね、懐かしきラバクロですよ。思い出してくるな。さあ初手ラバ、初手ラバめっちゃしていいけどな、ない。そして今回ライターマヨネーズ大統領、俺もマヨネーズ好きです、ちなみに。アウトローとかのやつだね。あー、マジできつい。いやベビドラめっちゃ頑張ったな。ゴブリンバレルのミラーのやつだと思うんですよね。コウモリ、コウモリ来れないか。でもあんま守りすぎるとね良くないんですよ。いやこれは守った方が良かった多分だけど、まあいっか。さあボールは使った。ラバフェニックス組むだけ強そうだけどさ、あーアウトローがいるっすね。ガゴムレもいるっすよね多分。でミラーもあるんで、
まあ一旦クローンして考えるか。はい、綺麗なファイブ打たれそう。いや、なんかでもいい感じに、いい感じになりそうでもあったね。オーブン、アウトロー、ガゴムレファイブか。でミラーもあるよって感じですね。ちょっと嫌だね、この手札すげえ暇だな。ベビドラランバーコウモリめっちゃ強そうなんだけど、私の手札把握だと。あ、でもクローンがね、アウトロー、ボーラー、ちょっと嫌そう。うん、相手やっぱ重たいんでね。いや、意外とこれは悪くない。ラブ受けできる。いや、オーブン強いな、なんか範囲でいかれるんだ。あー、早めに溶かすね、ほんと強いな。おお、オーブンやべ。オーブンやべえ、これもしかしたら逆サイを見ないといけないかもね。これそんな滝がある。まあでも行くしかない俺は。行くしかない。うわ、あるぞこれ。やめてみだ。いや、行くしかないんだよな。いや、懐かしいぞラマクロ。こんなことしてたわ。いや、この感じ久々っすね。おやめさんだ、アウプリーっすね。なんかね、20勝チャレかな。めちゃめちゃ昔プロ時代の時だ。なんかみんなで20勝争う、4時間以内に20勝するみたいな勝負を多分したことがあって、そん時にね、ラバクロを使った気がするんだよな。なんか残り時間なくてクリアできなくて、そうそう、ラバクロで20勝した、そん時の気がまだ残ってる俺には。やだなマイティ良いんだよな。一匹頑張れない。マイティなアウトロー、吹き矢か、吹き矢やっすね。あいつ強い。まあアウトローもいいんだろうなって顔してる。うん、まあ来たらファイボ。いや、これラバ受けてもよかったね。やべ、一生端前から来るやつだ。まあ早いボディ2発入っちゃうね。しゃあない。美味しいね。さあ、まあ序盤これは苦しくなるのは仕方ないので、まあこっから形組んで、アウトローと吹き矢とファイブあったっけ。なんか安っすよ、多いな対空。まあもう1本取るしかない俺は。あとはもう委ねる。マジ。あの気合、うん。これさ、なんか思い切って良さそう。なんか止まんないみたいなのない。止まるかな。いやー、なんか
簡単に止まりそう。いや、これ配布ってよ、いいか。お、いや、頑張った、だいぶ頑張った。いや、これマイティ飛んでくるね。あ、飛んでこない。いや、裏はうまい。いや、でもたまたま活戦がどっか行く、補強できるね、あれ。ムシムシムシ。軽めでいい。ベビードラがきつい相手。もうベビードラ入ってる。いけいけ。なあ、危ねえ、危ねえよ。まあ、ラバクロは危ねえもんだからね。こういうもんですよ、ラバクロは。常にドキドキできる。さあ、いやー、気持ちいいな。なんかそんな削れるんっていうぐらい削れるのがまたいいね。よし、構えてます。ギガーとかタルババとか来ねえかな。アイスイズか。遅延スケラだったら相性いいのかな。ファイボだから、しかも縦線がスケラにもいい。いや、ちょっといい。いや、でもここでベビドラとかないの悲しすぎん。あ、ここでコウモリ出してベビドラとか誘いたかったけど、これで打ちて当たんねえか。ちょ、暇なんでクローンしちゃってトルネス買わしてみ。あー、そうか、チェーンスケラってポイズンか。いやー、強っ。フェニックス嫌だね、俺からしたら。うん、やっぱフェニックスがね、ラバに強いのよ。だからこれビビ型だ。あ、でもどうなんだろう、コウモリとかさ、クローンにはあっちの方が強いわけじゃん。まあ一旦ね、ちょっとアイスイーズの範囲に重なりたくないみたいな。え、これ神ファイボ。どうも神ファイボプレイヤーの、うーん、うちのフェニックス無能です。何やってんだあいつ。おお、何やってんだお前。お、なんか相手やってる。それはパピー残ってんで、ランバ追加しちゃって、アイスイズ来るんで、来たら、コウモリ追加でもよかったけど、どうこれ。微妙に見えるじゃん。いや、微妙なクローン使い、うっ、あー、生まれない。コウモリ追加してからクローンだったら折れてた。俺、クローン、下手で有名なんだよな、実は。知られてないけど。知ってる人がね、黙ってくれてる。ラッタイツ 2v2 のもう世界大会とかでもクローンいつも微妙だったもんなって。知ってる人は知ってる。言わないでくれ。よいしょ、いた。うん、いな。これなんか残りさ、いや、どうだ、スケキンやべえな。スケキンスケラやべえ。今の防衛下手だったな、あんま言うな。スキンスケラがそう来んのよね。相手はもう本気で1本取りに来るわけですから。まあでもこれ縦線が強い。削れないのかなこれ。ほら、ボーコイ。ああ、未来見えてる。でも右が次入るやつだ、タルババ。ボーコイです。右警戒の。これさ、もう右でよくね。ダメかな、右でよくねって思っちゃったんだけど、ダメなの。いやー、いい、いい歌だね。いや、なんか右で良さそう、めっちゃ。縦線がね、最強だ。あー、これ高めで溶かしてくんの。嫌だね。ボーっぽいね。トルネがあるよ。
やべやべ、これやべ、マジやべ。タイブレイク先生が来る。タイブレイク先生やめて。ですけど絶対左でよかった。シャシャってなぜか右に展開した。右一回行ったのは良かったけど、その後左でよかったな。あぶねえ、縦線でよかった。マジでラバクロはずっと危ない。もうちょっと楽な試合ねえかな。アゴニーキングだ。アゴニーね、ジャイスパスよ。でエレキだけで対空が、でもファイボなんですよね。あれウッドだ。ウッド？ジャイスパでウッドはなんか珍しいな。まあ、ミニペッカが止まんねえなこれ。縦線がねえ。そんなことある？なんかデータ周りめっちゃ悪い気がする。まあこれ仕方ない、仕方ないんで11で許そう。ファイブで綺麗に守られるのかな。守れないよ。こう真ん中ランバー縦線が見える。ファイブ打ちたいけどラバが解けないっていう、この悲しみね。あるある。いや違う、エレキで守んの。生まれろ。うわーうわ、キングがこれやべ。ミニペがえテルダーク、どんなやねん。やべ、ジャイ止まらんやん。あ、終わった。ファイブも持ってる。いやこれ終わったな。128ってこれ守れんの、クラロアって。トルネモル、うわ、アゴニー先生。いやファイボ圏内だ。いや、マジかよ。まあ、陸がちょっと少ないのが弱点なので仕方ない気もするけど、あのジャインミニペに縦線なかったんで、ドンマイ。ラバ出さなくてもよかったかもね。まあ、ラバクロなんでね、やっぱすんなり負けることもよくある。決まんなかったらダメだし、逆に決まるとね、そんな簡単に勝てんのみたいな。ギャンブラーデッキですからね、本気の。さあ、ザ・ベスト・ゴブリン。縦線とかねえの、やだな。え？ファイスピード、珍しい。となると。あ、着色いほぐ。またかよ。好きやな、みんな、着色いほぐ。強えもんな。デリバリーも強えし。時間稼ぎね、本気の。デリバリーが。お、でもなんかハイスピ使ってさ、あれ後ろから来た。おー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 、クリスト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 、気持ちいいな。なんか相手がどんどん苦しそうになってんのが幸せでたまんない。いやー、このアンジュクいないサイクルの時にね、ラバ行ったらものすごい熱いんだけどね。いや、これが縦線が強いな。これだってさ、スケブだったらね、終わってるしな。まあここ一回ねフェニックスで生きにいとするか。仕方ない、そういう時もある。ゴブリンか、まあ、ゴブリンだからね、回転遅いもんね。ゴブリンは全然いい、俺からしたら。やるよやるよ。助け方の方が苦しいね。まあこんなん守り毒っすよね。俺だってもう守って、ファイボ最強だ。ファイボ、いやーこれ
うわこの光景見るの久しぶりだ。何もできないもんね。いやラバクロラバクロか、ちょっと良さそうだな、この形がね。フェニックス縦線がめっちゃいい。さあキングよろしく。ペッカでしたね、プロフィール。ペッカガゴだったらなんかもうどう考えても相性良さそうなんだけど、ショーテラバ行っちゃおうぜ。ギャング、いや男はね無視ですよ皆さん。中短波が一番良くないから。あー五分小屋か、嫌だね。これコウモリしてさクローン知ったらどうなんだろう。え最悪だ、オーブンいる。いやでもなんか頑張れそう。いやこれカウントやばいかな、オーブンが。いやでもいい、オーブンはベビドラが吸ってラバカパピ早く配置しろ。あーガホいたね。あーじゃあペッカコヤコヤって感じかな。ペッカいるのかわかんないけど、あーいやもうね気づいたギャングは無視。いやだいぶ削られるけど、これでさ多分1本も折れると思うんだよね。あーいい誘導、折りたい1本、なんなら小屋まで持っていける。ちょっといい、縦線割いたし真ん中でオーブン吸いたい。あ諦めたかもしかして。あやべやべ、しゃしゃった全然。あこれ守れないですね、陸ねえわ。でガゴ追加来るんでガゴだけ頑張って弾く。来なかった。あメガナイトでしたね、メガナイト。こやこやか、なるほどね。あこれは全然全然やりこみ射程投げんなと。うーんいやベビドラが今回強いね。ガンマゆっくり行くの嫌だけど一回後ろから行くか冷静に。あのオーブンがねマジでどうしよう。うわあちゃくい、どうしようあれ。まあ一旦ねいや強い、これ真ん中ラバー呪文がねえんだ。いやー強っクロン。ああうまいそれ。でもこの最後のねこの勝ち確の時のこのクロンがねマジで気持ちいいよねいやーラバクロー、ラバクロ幸せだなさあだいぶ決まってんな、名前もクラン名もさあよろしく。初手ラバない、内側、え俺が取りにあったらあんたグッドゲームで負けてるぞ。ギャンブラーだね、同じだデッキは違えどしてることは同じ。さあ枯渇っすね、マジ強いよな。おスケバレか、スケバレでバレル待ったっすね。うわバレバレだ、珍しいね。まあついていけないね俺は。なんでまあ1本でも3インチぐらいの感覚、感覚的にはマイティも止めらんないしね。うっ、いやこれはもう仕方ない。まあ一本おるか、さあこれで1-1になるんですけど、マイティーマイティー
プリンね。まあマイティーっすね。プリンも吹き矢も嫌だけど。まあでもマイティーやばいっすね。俺は気をつけないと。もうあいつでこのゲーム終わっちゃうんで。おー、なんかフェニックスでさ、今すごいことなってる。フェニックスの落下でなんか溶けてたな。マイティーっすね。あの移動の飛ぶ、あの飛ぶやつだけさ言ってたら来た。飛んでこない。飛んできた。いやでもこれを抑えたらだいぶチャンス。これもう終わりじゃない。さあユニットゴリ押しで持ってって、そうさ、マイティーだけね危ないんでそこだけ警戒して。さあ決まっていく。